そういうあの夜を覚えてるっていうのはやっぱり覚えてる回が結構ちゃんとあるもんじゃないですか。ぶっ壊れ事件とかも遅刻した回でね、神回に近かったんですけど本当だったら、本当だったら俺めちゃくちゃ褒められる回のはずだった。そうそうそう佐久間さん油断してますけど、どこかで出ますから言ってました。出演者もそうですし、スタッフもそうですし、みんな出た。すいません、あの GoPro の電池が切れるパターンです。改めて、今回のこう企画が立ち上がった経緯からまずお答えできればなと思うんですけど、ノミツのメンバーから連絡もらって、日本放送とか僕とかとなんか企画やりたいって話の中で、でノミツが得意な配信の演劇をやろうみたいな、で、あ、じゃあオールナイト55周年があるからそこに向けてやりましょうっていう話があって、で、じゃあ日本放送シャープだよねみたいなことができて、面白そうってなった時に、じゃあオールナイト日本の企画だからいろんな番組とかいろんな人を巻き込んだ方がいいよねって中で、ノーミツが佐久間さんに総合演出をお願いしたいって切り出して、忙しいから分かんないけど言ってみるよって言ったら、佐久間さん自体がノミツを見てたんですね。そうそう、ノミツ最初立ち上げ見て、で、面白かったよっていうふうに言ったら、その後のなんかアフタートークとかに呼ばれたのもあって関係性があったんで、ただ俺は何回も言いましたよ、その監修じゃダメなのかっていう違いその監修じゃないと無理かもしれないってことを言ったんだけど、なんか忙しいけど飲みて遠慮するから大丈夫ですかね、いや、いけいけと佐久間さんにお願いしろと、稽古もこの後出てもらおうっつって、そう、あ、いや、企画は面白かったから、企画面白かったのに、何もやんないで総合演出だけでもいかないから、やれるんだったらやりますけど、スケジュール的に厳しかったら、あの濃密の皆さんがやる作品監修とかぐらいでいいですよって言ったら、あのでも、あの台本を読んで意見しちゃったから、こういうこの構成の総合演出にちゃったよ逃がさないようにブロックしてスケジュールをここはもう上げてくださいいや、ここはもう無理だって言われたら、いや、じゃあこっちになるのをやって、今日も無理やりねじ込んでだから、モミツ自体も佐久間さんにパーソナリティとしてまず取材してるし、僕がスタッフとしてとか、そういう実際のスタッフに取材してリアリティを出そうっていうので、作中にも盛り込まれてます。いろんな実際にあったこととか、実際のスタッフが考えてることとか、実際に起きたことっていうと、やっぱりね、こうこの本でも紹介されてますね、こう宅ぶっ壊れ事件とかも出てくるのかなっていうところはあるんですけど、確かに、あれは俺は1年に1回ぐらい起きてる出来事だと思うんですよ。めったにない出来事だって聞いて、この間フワちゃんが壊してましたよ。あ、そう。この間で、あの2年ぶりぐらいじゃないですか。ちょっともう古くなってきちゃってんで、ギリギリなんですよ、今更新の。ちょっとだけだからタイトルにもかかってるというか、はい、そういうあの夜を覚えてるっていうのはやっぱり、そのそれぞれによって全然神回とか違う、好きな回ってのは違うと思うんですけど、そのラジオってやっぱその覚えてる回が結構ちゃんとあるもんじゃないですか、自分にとって。それが、そのなんつうんですかね、この作品がそうなってくれたらいいなっていう気持ちはありますか。この間のね、遅刻した回もね、神回に近かったんですけど本当だよ直前の流れもあって、やっぱりね、清水さんのあの涙の放送の後にあるし、イベントの直後だし、本当だよ、本当だったら、本当だったら俺めちゃくちゃ褒められる回のはずだそうそうそうよかったですね、イベントなんて、リスナーもみんな、面白かったですよなんて見えるよ、思おうとしてたら通常のテレビの仕事をしながら、オールナイトもやりながら、やっぱ国際フォーラムのイベントやるってちょっと尋常じゃないスケジュールの無理の仕方をして年末特番の時期にね、そうですよね、はい、だから俺あのオールナイトのイベントまでスタッフに、テレビのスタッフに、ちょ悪いんだけどこの3日間は緩めにしてくれみたいにやってたんですよ、その、はい、あの特に前日とかは、はい、そうですね、ってやってた分、終わった翌日から信じられない激務が待っててあのオールナイトまでの間に休み取る前の人、休み取る前の人休みじゃないけどテレビ的に言うと休みになってたからお前休んでたんだからやれよってなるけど、こっちはラジオのイベントつけて、直後に激務が待ってて、そのままの疲れのまま寝坊したっていうわけですね。あの夜は覚えてます。僕らも覚えてるし、佐久間さんも忘れない回になりました。
生放送ならハラハラ感みたいなのもすごいある現場だったっていうふうにね、書かれてたと思うんですけど、まあ、どの番組もそうですよ、うん、だからそうなった時にどう対応するかっていうのはチームが良くないと、さっきの笑い話できるのも、そうですね、作間チームが、うん、ディレクター作家含めてチームワークいいからトラブル楽しめるんだって、それがあんま良くないチームだったら、ね、喧嘩になって終わるわけなんて、めちゃくちゃピリピリしてたそうそう大変なことなんですよ、大変大ごとになっちゃうんですけど、みんな緊張してますよ今日も来た時にみんなピシッとなって、大丈夫だよ、ただのおじさんだよみたいなとこから入って、ただのおじさんじゃねえよ総合演出だったからただのおじさんが急に逆に意見にする、やばいだろお前、スーパースターが来たみたいになるから、ね、まあ、スーパースターじゃない、おじさんおじさんっつって働く人が、主題歌もまた素晴らしい歌組が、クリーピーナッツと夜遊びが作ってくれるってことで、これも夜遊びは野光との作品の主題歌とかやってて、もともと関係性があって、でオンラインでやってるし、クリーピーナッツはナイトのことお願いしたら何でもやってくるからじゃあでもその2組が一緒にやるっていうのは、うん、まあ無理なんじゃないかなって思ってて、じゃあお願いだけしてみようってなったらやってくださるってことになって、我々は脚本とか渡してますけど、うん、あの2組でじゃあやりますってことで、もうお任せしてる状態なんですよ。どうやって作っていくのかとか、うん、どういう曲になるかっていうのはまだこれからなんで、もう3つはプレッシャーだろうなクリーピーとヨアソビの外堀がどんどん埋まってて、外堀が埋まりすぎてて大丈夫か、心配になっちゃかわいそうだな逆に。いやそうね、あとだから俺もこの間火曜日録音のラジオ、あの俺マジ歌の収録があったから火曜録音したんですけど、はい、その火曜録音してたら夜遊びが挨拶に来てくれてちょ俺はそこで初めてお会いしたんですけど、あの大スターなのにめちゃくちゃあの人柄が良すぎるっていうのが多分今回実現した理由じゃないかないい人ですね、ちょっといい人すぎるだろうと思ったけど録音でたまたまいる俺にまだ挨拶に来るって、俺は総合演出に挨拶しに来るってびっくりしちゃったまあでもなんかそういう意味ではこう今回もね、作品でもこうオールナイトニッポンパーソナリティももしかしたらこう出演するのかもっていう、まあもちろんパーソナリティの方にいろんなお願いはしている最中で、うん、登場する人もいるし、協力してくれる方もいるし、まあ、佐川さん油断してますけど、どっかで出ますかから言ってました、本日は当然出るみたいな、それなんでここで聞く、ここで知るの言ってましたよ、ちょっとなくなっちゃうかもしれないですけど、まあね、その点だから、なんかやっぱり社屋使うんで、うん、変だし、いろんな人が映ったりもするわけですよ、普通に働いてる人もいるんで、佐久間さんが普通に通りがかったみたいな役で出てくるかもしれないし、うん、そういうことも考えてですね、イベントの V の冒頭のファイトグラブ風のフレッシュでガッツリ演技してますから、はい、演技経験は演技経験ですか、演技踏んでますからでもまあ今回佐久間さんそもそも東京国際フォーラムに立たれたわけですよね、立ちました、そうですね、やるまで現実感が全然なくて、もうどうなるんだろうなと思ってたんですけど、出てうわ満席だってことにまず感動して、それは、2つの意味で、その1個は自分のラジオで満席になってくれるっていうことに対する喜びと、あとはコロナ禍で満席の会場はあんまほとんど見たことなかったんで、1年半ぶりぐらいに見た時の喜びっていうのがその2つがあったのと、で始まっちゃったらこうラジオのことをちゃんと聞いてないと分かんないようなボケでもドカンと受けるから、それで一発で楽になっちゃいましたね。その、はい、なんか一人で舞台立ってると1対5000だけど、なんかね、5001で国際フォーラム盛り上げてるっていう感じにすぐなったんで、なんか一人で喋ってすごいですねって言われたんですけど、これあんまダサいか言わなかったけど、一人で立ってる感じもしなかったですね。あの中で中上げゲームしてる姿、すごいやっぱり異質でしたね。いや、あそこだけはね、本当に、作家の服だからマジでやんないとダメですこれあれは無心で記録を出そうと思ってやってるあれはもう本当だから、本当なんかこうこれ面白いでしょとかじゃなくて、もう記録を出すっていう気持ちが先にちゃんと来てたんで。でもね、配信もあるのにひとりさんとのトークで結構ね、公害禁止の話をいっぱいされてましたよね。そうですね、もうそれはバカになっちゃってた確かにそうでしょ、あれはバカになっちゃってたし、後でちゃんとネットフリックスで怒られました
かお笑い芸人さんいっぱいいるからせっかくだからやろうよみたいな話を、まあ、いろんなスタッフとかパーサイティーからあって、まあ、じゃあ企画してみましょうってことで今回、まあ、昨日放送で佐川さんも漫才した方がいいって言われてたから。え、嘘、俺聞いてねえよ。ただ大通りえ、俺出ないでしょ、関係ないよね。今のところまだオファーしてないですけど。びっくりした。俺まだ聞けてないからね、俺編集してたから。言ってましたよ。怖っ。芸人だけじゃなくて、クリピーナッツとか漫才してもいいし、佐久間さんそろそろやったら春日かなみたいな話を。冗談じゃないよ。春日と漫才って怖くてできないよ。あ、なるほどと思って僕が聞きながら、あ、いい企画かもしれないっていう。いや、ちょっと待ってよ。なんかさ、あの、俺が、いや、やんないけど、その、なんか与えられる側で、上手い人が何かしてくれるんだったらまだできるけど、その春日と俺だったら、ネタ作ったことない者同士で、できないよ、そんなの。今絶賛ですね、脚本を濃密の皆さんと作っていて、確実にあの面白くて、かつなんかラジオに対する思いがぎゅっと詰まったなんかいい公演になるような気がしています。ラジオにご興味ある方はぜひ、あのそうじゃない方もなんか何かものを作ったりとか、あの好きなものができたことがある人はぜひ楽しんでいただけるのではないかと思います。ぜひよろしくお願いします。やりづらこんな上手な人が後でコメントするの嫌だな。あの、まあ、でも公演にあるよ、公演のタイトルにあるように、あの夜を覚えてるっていうタイトルで、出演者もそうですし、スタッフもそうですし、みんな、出た、あ、すいません、あの GoPro の電池が切れるパターンです。すいません。 GoPro って本当やっぱ本当絶妙のタイミングで電池が切れる。こっちは取れないんで。あるね、GoPro あるある。すいません、切り替えて、はい、あの今回の公演、タイトルにもあるように、あの夜を覚えてるというタイトルなんですけど、あのスタッフ、出演者、みんなラジオが好きで覚えてる夜があると、でラジオの放送があって、でそれをなんとかこうみんなで協力して作り上げて、でお客さんのみんなも公演の日の夜を覚えてるような作品にしたいなと思って一生懸命準備しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。